上野芝駅は大阪府堺市西区上野芝町山頂にある西日本旅客鉄道半和線の駅である。駅番号は JRR31。モズ古墳群の南端のエリアに属し、下田川を隔てた両岸の二つの丘に古墳エリアがある。そのエリアは半和電気鉄道開通後は住宅地として開発されてきた。駅の西側のエリアは霞ヶ丘。 下だら川の南側のエリアは、向こう側丘と呼ばれる住宅地となっている。相対式ホーム2面2線とその間に、上り下り双方向の通過線があり、対比可能な構造の地上駅で、橋上駅舎を有する。かつては対比線のない相対式2面2線のホームであり、さらに以前は下り線のみ対比線がある構造であった。また駅舎が共状化される前には、 天王寺よりに渡り線が設けられていた。以上のように、駅構造は小規模ながら変化が多い。反和線運行管理システムの更新前は、当駅では行き先の案内が天王寺駅、大鳥方面行きに固定された簡易型自動放送が使用されていた。また、共化以来、当駅特有の列車接近表示装置が設置されていたが、現在の装置は小型化の上、 イラストが更新された二代目である。後に、この装置は田松駅にも設置された。2010年4月に上下ホーム及び南北出口へのエレベーターが計4機設置された。エレベーター設置前は道路からホームへ直接出入りするスロープがあり、車椅子利用客は駅係員をインターフォンで呼び出し、その通路を利用していた。現在この通路は閉鎖されている。 大鳥駅が管轄している直営駅である IC カード以降下を利用することができる。なお、大鳥駅より地区駅長が配属されている。大阪府統計年間によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。2012年度には津久野駅を上回り普通のみ停車する駅では杉本町駅に次いで利用者数が多い駅となった。2015年度 2016年度は再び、津久野駅を下回ったものの、2017年度には、再度同駅を上回った。方面ごとに乗り場が異なるので注意が必要である。このほか、北東方向に300メートル歩いた場所に、上野芝バス停留所があり、経由する100に系統により、堺、東、駅前、泉ヶ岡駅へ行くことができる。ありがとうございます。